はい、で1世帯あたり30万もね、なかなか受け取れそうにないですよね。まあ、大体全体の 20% 以下の人がこの対象になると思いますけども、自己申告制の複雑さとかね、めんどくささから、もうすでにね、まあ、その資格があっても断念っていう方が多いんじゃないかなと思います。さあ、それですね、今回は、中小企業には貸し付け、要するに、まあ、小口貸し付けってのあるんですけどもね、でも、大企業には返済不要の出資ですよ。この対策で見えた安倍政権の本性っていうのがね、本当にね、これひどいなっていうかね、これ本気で国が良くなると思ってやってるんだったらそれなりの説明をしてほしいんですけども、これね、ピンポイントで潰しにかかったとしか思えないんですよね。嫌になっちゃいますね。で、この下にも書いてますけども、まあ、外出規制とかあるじゃないですかね、不要不急の外出を控えてくださいとか言って。でもね、不要不急の外出を控えろっていうんだったら、それを放送してるテレビ全く不要不急ですよ。確かに情報を届ける人は必要でしょうけども、一つのニュースをねやるのに、あんなにスタジオに何人もソーシャルディスタンスをとって4人も5人も10人も人が必要なんですかね。自宅からズームでやればいいじゃないですか。それをライブでやればいいんですよ。テレワークを推進しておきながら、結局はテレビの方では一箇所に人が集まって AD がいて、アシスタントがいて、まあなんかいろんな役割の人がいるんでしょ。小道具さんとかメイクさんとか、そういう人を揃えて小綺麗に放送する必要は今ないんですよ。事実だけ伝えればいいんで、字幕でいいですよ。まああれでもいいですよね、絆愛ちゃんでも。だからリアルな人間が集まる必要って本当にないんですよね。で、テレビに関して言えば、最近テレビのことね、私またね、いじめてるわけなんですけども、結局は事実の追加がない以上、朝10時の番組見ても、昼の番組を見ても、午後の3時の番組見てもね、で、夕方の19時ぐらいのニュースを見ても、同じ内容を別の人が、自分の個人的な感想を言ってるだけなんですよ。なんか意味ありますかね。で、最近も小池都知事緊急記者会見とか言うけど、大して新しいこと言ってないしみたいなね、はっきり言ってそれは別に文章でもいいですよという話なんですよね。もう小池さんがぐた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 喋るような時間ではなくてね、せっかくに興味持ってその時間に合わせて見ていたのに、あ、がっかりの連続で時間返せよって話になっちゃうんですよ。で、安倍総理も一緒なんですけどもね、これまあ私が感じてるだけかもしれないですけども、多くの方はね、私と違った感情を持ってるかもしれません。ただここは一緒でしょう。大企業にはごっそりとお金をあげて、中小企業にはせいぜいね、融資とかね、お金返せよって話じゃないですか。中小企業や国民は切り捨てって書いてますね。嫌ですね。次のページ見てみましょうか。これなんて書いてあるんですかね。平時でも大企業を優遇するために一般庶民を雇用破壊や不公正な税制で搾取しているのに、ここでも大企業優先とは全く救いようがない。国家の基本的機能は富の再分配、勉強をやり直せって書いてますよね。本当ですね。中小企業には無利子といえど返さなければならない融資で、大企業には返済不要の出資かよと。法人税減税や還付金で優遇されている大企業には4000億円つぎ込んで、増税の嵐で苦しんでいる庶民や中小企業にはマスク2枚ですかと。すごい書き方をしてるな。日本人の大半が中小企業で働いてるわけ。その中小企業がバタバタ潰れたら日本の死を意味します。そうですよね。で、安倍総理はそれを狙ってるんですよね。っていうふうにね、辛辣ですよね。まあでもそういうふうに見られても仕方がないですよね。やっぱりね、もう全国民にお金配る。で、マイナンバーが間に合ってないのも、こういう時にその付けが来るわけですよ。ね、マイナンバーあれほどしといて、ほとんどの人がまだ参加してないわけでしょ。だからこういう有事の時にもマイナンバーってのは役に立たない。もっと言ったらマイナンバーって使ったことあります？あんなの。作ったはいいけど、えらい手間かけさせてね。で、全国民に一律給付は簡単ですよ。この前も言いましたけども、財務省からね、金融庁から、すべての預金口座に一律10万送ればいいじゃないですか。法人だろうが、定期だろうが、何だろうが。それで誰か損するんですかってことなんですよ。日本が国債切って、で、現金作ったところで誰も損しないですよ。で、国債をね、次の世代に残すかっていう意見がありますけども、次の世代に残していいんですよ、国債は。その次の世代はさらに次の世代に残すだけです。で、地球が滅亡する日にね、生産すればいいんですよ。まあそこまでちょっと話が飛びましたけども、まあ何にしてもね、マスク2枚に対して大企業のね、4000億円の投資とかってどういうことなんでしょうかね、これ。本当にまあひどいね、国民舐めるのもいい加減にしろ、と。でも私たちにね、どうしようってんだろうな、ってことですよね。
安倍政権は利権が絡まないことは何もしないのが信条なのかなと。危機的状況でリーダーシップを発揮できないクズに首相の座にいる価値はない。国民があまりにもかわいそうだ。はい、私かわいそうです。助けてください。まあね、今騒動が起きてますんでね、世界的に。私もね、普段隠居で人に会わないのにさらに隠居ですよ。どん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 ね、この家だけがスーパーワールドになってきそうです。本当に何日前だったかな、人の他の人に会ったのみたいなレベルですね。いやー、完全に引きこもってますわ。それでは本日は以上です。